こんにちは、あやのです。今日も YouTube を見てくださってありがとうございます。皆様ご機嫌いかがですか、えー、今日の東京はですね、思いっきり気持ちよく晴れております、うん。結構気温高いんじゃないかな。30、30度超えていくと思うんですけど、でももう空気が秋ね、風が秋。なんかこう寂しい、ちょっとあの夏のお城姿をこう見送っている感じ。<laughs> そんなちょっとね、そんなちょっと何て言うのそういう、こう、ちょっと地な気持ちになんでかなっちゃいますね。はい。 えー、今日はゆるり宇宙,宇宙的雑談をしていきたいと思いますがごめんなさいけどその前にいくつかだ、えー、と情,報情報じゃないや、うん、と業務連絡ですね、はいえー、恒例の、えー、遠隔ヒーリングですね9月10日です、えー、11時から行いますちょっとアナウンスがねもう私もねずっとやっててさ皆さんももう知ってる手で話しちゃってて申し訳なかったなと思いますちゃんと説明しますはい、えー、私がやってる遠隔ヒーリング 実施後24時間エネルギーをアクティブにしていますのでどこにいても、えー、なその間であれば何時でもご自身が、えー、しっかりエントリーさせて私がその方の、えー、とコネクトをしっかり持っていれば、うんえー、といついつ受け取りますと宣言された時点でエネルギーの介入が始まりますというシステムになっていますので、まあ、午前11時からやってますお仕事で、ね、受け取れないわと思っていた方も、まあ、その日お家に帰ってお休みになる時とか うん、ご自身のベッドとか、ね、お風呂とか、まあ、リラックスした状態で受け取っていたこともできます、えー、あとはペーパルでの決算をしておりますので、まあ、ギリギリ、ね、こ,のこの動画もギリギリ見てセーフという滑り込みの方いるかもしれませんね、うんえー、とオンライン決算ですので思い立った時にすぐ、えー、お申し込みができます あとは、まあ、工程反応がね、えー、出るみたいです。うん、今回、大丈夫かってテーマですからね。まあ、出て当たり前と思っていいんじゃないでしょうか。はい。うん。別にそれがなんか、どうってことじゃないと思うんですけど、で、逆にね、工程反応が出なかったから作用しなかったっていうことでもないと思いますので、そこら辺にあまりこだわらずに、うん、ベストなことがベストな風に起こっていくと、委ねていただけたら嬉しいです。えー、今回、おろしていくエネルギーは、えー、雨の水なかしです。 うーんとうん、今までねなんとか実はねえっ、ー、とタイミングあったんですけどうーん今回ねやっぱりいろんないろんないろんな要素が組み合わさってベストな、えー、タイミングを迎えたんだと思いますねうんそんな感じで雨のみなかのしのエネルギーで、えー、大丈夫か行っていきます。はいまあ終分点 ね、一つの、えー、折り返し地点になりますからそれを迎えるにあたって、えー、春分から、ね、始まったサイクルで自分の得てきたこととか、うん、いろんな気づきとかも一旦ねしっかり、えー、形をとってリセットして手放してそして、うん、こ,これから秋分までの、ね、春,分春分春までのサイクルっていうのは。 それの生産だけじゃないんです。なんと私が捉えてるのはこのねここから春分春分もややこしいよね春のね春分まではそこから始まる次のサイクルに対する準備なんです。うん、だからどう,終わどう終わらせるか、うんえー、何をこう結実させるかっていうことによってその春分点に立ってるスタート地点が決まると思ってます。そのために、 いったん一旦いろんなものをしっかりとクリーニングして、えー、春分で、ね、もうお彼岸の時期ですよいわゆる中庸ですね、えー、ニュートラルにしっかり描いていきましょうということをですねぜひご参加くださいまた長くなっちゃったはいさてさてさて、うん、雑談したいんです雑談じゃないんだけど私的にはものすごいね嬉しい出会いがあったんです、えー、っと石,石の人と出会いましたうん えー、その方はね、うんと、クリスタル、まあ専門なんだけど、いろんな石を扱っている方で、あ、そうそう,そう、これをね、そこで、えー、と購入したんですけど、見て、綺麗でしょこれね、トルマリンなんですよ。すごいね、気持ちよくて、これをつけてるんですけど、うんえー、と自らね、うんと、現地に入って、自分で山に登ってですね、 それでクリスタルを採掘している。まあもし,もしくは麓でねそういったバドールでまあ捨てっていうか知り合いもたくさんいらっしゃる方で、うん、だそういうところで仕入れたりとかすることもあるみたいですけどでその方がね自らの手で掘り起こしてきたその石はすごいんですよ。 で、なんていうのかな、うん、と一目会った時からもうあの無条件で信頼していますね、私はその方のことそして、まあご縁があってですね、えー、その方が実際、えー、そこで採掘されたものの石を、まあユニバーサンドを通して皆さんにお届けします。っていうのは今準備中なんだけど、うん。それでね、そう、えっ、ー、とこう、こういったね、サザレ石をまず使っていきたいと思うんですけど、見てみて。 じゃーんこれがねえっ、ー、とパールバッティっていうえっ、ー、とインドの神様なんだけどパールバッティってえっ、ー、となんだっけシバシバ神のまあ奥様と言われているまあ方なんだけど、まあ、インドでもねえっ、ー、とそういった崇められているそういったパールバッティが宿っているって言われている山ですねだからその山にも神様の名前が付いてるんだけどうん。 でそのそこで取れたクリスタルで、えー、生成、まあ、作ったねサザレ石なんですけどこれ見た時にさ、まあ、触れた時に「すげえ!」と思ったのはうんとその知のパワーっていうかだからそのクリスタル自身が持ってるエネルギーが、えー、とすごくこう健全な形でね バーブレーションを放っっってているなって思ったんです。だけどねちょっとわかるかなあのさいわゆるさネットとかで私もいろんなクリスタル持ってるんだけどそのさこう本当の純度の透明みたいな状態じゃないんですちょっとね濁ってたりとかうん、えー、と、するのまあいろんな、えー、とものがね中に、えー、とこう入ってたりもするんだけどそのさ そういうこっちゃないよねみたいな見た目のきらびやかさとか、うん、そういうこっちゃない何とにかくこれにすごく心が惹かれると思ってでこれをまあ私もちょっとえっ、ー、とこう仕入れっていう形で購入させていただいてる皆様にねそれをまあ届けたいと思ってるんですけどえっ、ー、と率直にねその点に関してまあ医師のプロフェッショナルっていうかその方とねお話ししたんです。うん、私は 大前提としてその方がかその方を介してねえー、とここにある石とか、うん、その人が選んで持っている石っていうのにもう絶対的な信頼があるうんだからこそこうやって買わせていただいたお付き合いしているいるんだけど やっぱ世間では、例えば、この透明度とか、A ランクですとか、いろんなね、そういった情報でインターネットにね、あります。水晶のさざれなんて産地も本当にいっぱいあるし、うん、とグレードも本当にいっぱいあるし、値段も、値段こそ、ピンキリだけど、えっ、ー、と、そういった、見た目のね、見た目じゃないものすごい、えっ、ー、と、その素晴らしさをここから感じるんですけど、その点、 どうどういうことですかっていうかどう思いになっていらっしゃるんですかって言った時にやっぱりね、本当に同じようなことをおっしゃってました、うんえー、とその見た目のきらびやかさとか、うん、そういった、うん、ブランドであるとか、そういったことじゃない、石が持つ本質的なエネルギーの、えー、強さとか、あとは、えー、と信頼ですよね、どこのルートで販売されてきたかということですね。えー 変な話さ、うん、うん、と誰がどこで、うん、と介入してるかわからないっていうところがあって、まあ、石のマーケットもね本当に大きな世界的な規模ですからその方も携わりながらいやいやちょっと違うだろうっていうことも、まあ、見受けられるそうです、うん、そんな中でやっぱり自分は信頼してこの手で採掘したものもしくは自分が信頼している人が入って採掘しているもの しか、えー、流通させないんだっていう感じで、まあ、その方がね、やってらっしゃるので、これね、えー、いや、私、うんと、ユニバーサウンドっていう名前をね、うんと、通して皆さんにお届けするからには、ただ単に石のおろしなんとはしません。お楽しみに。<laughs> もうちょっとお話した方がいいですよね。だまあ、ちょっとね、準備中なんですけど、やっぱりね、えー、とエネルギーアチュメントしていきたいと思います。うんえー、何をアチュメントするかお楽しみですね。えー、と実際、本当に、うん、としっかりとエネルギーを入れて、それを持つことによって、このクリスタルがさらに、うん、とそれを増長させるね、振動してますからねこうか、うん、増長させる働きありますから、そういったものがお手元にあるだけで、うん えー、いろんなものとつながっていけるようなそんな形に、えー、自分も想像してクリエーションですねいろんな人と関わりながらクリエーションして皆さんにお届けしたいと思います、うん、まあえっ、ー、と追ってね、えー、ちょこちょこそういうお話もしていきたいと思いますとにかくさもう出会いって本当にギフトだなって私最近本当にそう思いますうん。 よくさああの導かれてるからとかって言ってるけど当の本人はなんか導かれてるっていう感覚じゃなくてただただ歩んでるっていう感じですねうん、うん、そんな感じなんですうまく説明できないけどでも本当になんかあの、うん、幸せだなと思ってるし、うん、そういう出会いから生まれる えー、例えば物であったりとかうん機械であったりとかそういったものをたくさんの人とシェアしていきたいと私は思っています、うん。楽しみにしててください。私も本当に楽しみです。じゃあ最後まで見てくださってどうもありがとうございます。